自己陶酔の勢い余り、高卒差別発言まで。新型コロナ対策関連の補正予算案を審議する参院予算委員会が29日に開かれた。立憲民主党、蓮舫副代表が安倍首相ら閣僚相手に80分の猛烈追及を行った。ネットではマシンガン質疑とある。本人も今国会では持ち前のパフォーマンスを発揮しにくく、欲求不満気味だっただろうから、ネットの評判にほくそ笑んでいる。蓮舫氏が猛スピードで進めた質疑中、持続化給付金の対象に大学生も入れるべきと主張。バイトだけで生活をしている学生がバイトを切られて、家賃が払えない。奨学金負担があり、政府から、帰省するなと言われ。住む家もなくなるかもしれない不安で、このままだと大学辞めなきゃいけないというのが13人に1人。フリーランス等、給付金、の枠に学生を入れられないかと迫った。さらに生活が成り立たず学校辞めたら高卒になる、就職どうなるか、奨学金返せない、その不安の声にどうして答えられないのか、と畳みかけた。おっと、勢い余って高卒差別を匂わせるような発言だと物議を醸す展開を呼び込んでしまった。ネット上ではこの発言に対するコメントが殺到し、結構な強気のご意見、この言い方は失礼では失言との指摘が多数集まった。しれっと高卒を馬鹿にする蓮舫、マスクで隠してもドヤ顔がわかるは厳しすぎようが、蓮舫氏は高額授業料で有名な。セレブ青山学院を幼稚園からエスカレーターで大学までのうのうとか寄っていることは周知のこと。それだけに高卒を見下したかのような発言だと非難されるのはやむを得ない。一方で言っているのはそういう意味じゃない差別する意図ではないだろうとの意見も出ている。日本国民一般は特別、差別発言だと勘ぐることはあるまい。貧弱野党で政策を語れず、政治目的が政権打倒のみで欲求不満が高じている。本人の性格から言っても耐え難い。勢いヒステリックな質疑に陥りがちになるか、と哀れみを感じる程度だ。でも政治家の発言として許し難い一点を問う。日本国民を見下すように喧嘩腰で放った。高卒になるとまともな職に就けない印象を与えた発言は本当ではない。心から謝罪して撤回されよう。